ウィッシュを見ることで得られる教訓についての反応集。結局のところウィッシュってワンオペはいつか崩壊します。飴を与えるだけではいけません。大変なことは大変なんだと理解してもらいましょう。苦労しているのに大したことしてないと思われますが、教訓ってことでいいのかね。バカに何をしたところでバカのまま、自分が正しいと突っ走る奴が一番立ち悪いってのもある。主人公が自分のエゴを自覚してて、願いを叶えるために王様をちょっとだけぶっ飛ばして、願いを叶えたら楽園を出ていくとかなら、まあ仕方ないなって思うんだよ。王様が強すぎて強力な支配体制になってたから、反対しにくくはなってたし。でも王様をぶちのめしすぎだし、周りもそれを肯定しすぎ。時代交渉不足なんだろうけど、王国の暮らしが中世にしてはレベル高すぎる一方で、王を非難する側が王国の暮らしは他国に比べて天国や楽園レベルだってことを分かってない感があるんだよな。誰もがスターどころか人間世界でも食うか食われるかの弱肉強食なのに。冷抜きでの食うか食われるか、無期金が起きたら全然ある頃だからね。飢え死にに寸前って、どんなものでも食べるっていうから、極限状態になったらどんなスターでも食べる感じで大丈夫そう。普段のロサスタミの民度を見ながら。マグ王自身はアンオペから脱却しようとしてたのにな。人を見る目も大事やね。これも散々言われているが、活動家さんはちゃんと不合格にされてるんだ。あいつを願いの部屋に入れちゃったのは完全に失敗だったけど。人を見る目は大事、時には他人を信じないことも大切。何もかも与えても感謝しないなんて普通にあるから、難民は受け入れるな。これにつきもす。願いは全部叶えろ、叶わない願いがあったら反逆するぞってことだよ。移民をやって発展してきたような国で夢希望を与える商売してきた人たちの100周年記念作でこんなこと言っちゃっていいんですか。普段からそういうこと言ってたならわかるけど、前大統領ならそんなこと言ってたぞ。ディズニーがそれやるのはあかんねん。つっても前大統領も今大統領も移民でてんやわんやしてるのが、際限のない難民受け入れは原国民をないがしろにするのと一緒やぞ。前大統領なら法にのっとって移民してきたやつには何も言ってないんだ。不法入国者に文句言ってた。なんかうちの国にも不法移民の不法の文字が見えてないまま擁護してる人いるのきっつい。そういうの流行ってるんですか、すぎる。わざとやってるんだと思うけどな。別に移民絡みの話に限った話じゃなく、一時情報をきちんと精査して得た事実に近い情報より見た目や雰囲気から得た印象を重視する人間って割とたくさんいるので、テレビの報道なんかで受け入れてもらえなくて辛いみたいなインタビューを流してると、そういう人らが勝手に同情する。一種のマグニフィコーを悪役にする策撃手法が完全にそういう人らを騙すためのもんでしかないというかね。演出方法だけど、表情や食い気味で決めるのは私だとか言わせて傲慢そうな印象を持たせようとしたり、サバの願いが叶うとも取れる前工場から普通に別の人の願いを叶えてみせたり、大人げないやり口ではあると思うけど、多分やってることは事前に決めてた願いを普通に叶えただけ。なぜか真っ暗な部屋の中で行われるお通夜みたいな空気のサバの誕生祝いをしたりね。100歳の誕生日だし叶うわみたいな話自体、何の確約もないままアーシャが染め入れただけなので、勝手に盛り上がって勝手に落ちただけなのに、かわいそうな雰囲気を演出したり、まあそれでごまかせないほどの荒だからご覧のありさまなんだけども。要するにみんな受け入れていた願いの聴衆をいきなり王様に騙されていたのよって一方的に言い立ててたアーシャみたいなやつら、あまり好きになれそうにないわ。ゼロから開拓してきた仲間たちと、発展した後に恩恵に預かろうとやってきた人らに対して向く感情が違うのはなんとなく理解できる。そもそもアメリカが移民の国なのは事実だけど、正確には移民の子孫の国であって、アメリカは出生地主義だから、アメリカで生まれてない人間は主権を持てても参政権を取れない。アメリカは実質的に移民を許可しても絶対認めない国だよ。それにその移民許可自体もかなり審査が厳しいから、密入国なんてものが流行る。教訓か、不言実行は今の世の中には向いてないとか、努力も運にはかなわないかな。美しいことと危険であることは別問題。イケメンは信用するな。みんなも真実に目覚めて声を上げようってことじゃない。今はみんなから冷たい目で見られても、いつかきっとお星様が来てみんなも私たちと同じように目を覚ましてくれるはずだからって。治安だけ見るならうちが小正解に見えるかな。移民国家の犯罪率やデモがどこも怖いよ。不法でなけりゃメヒコとの国境に万里の長城なんかいらんしな。というかずっと思ってたけど、叶う願いが王によって選別されるってそんなに悪いことか。
まあ事前に何か明確な基準が示されていてって状態の方が安心できるだろうが、少なくともあれだけの有能が選別したのであれば叶っても大丈夫な願いだって信じられる。これがないとある時突然誰かの願いが叶うけど、どう転ぶかわからないわけだから、毎月強制パルプンテみたいなものになる。こっちは全く興味のない人が自分と結婚したいと思ってて、その願いが突然叶ってしまったら、何かのライバルの1位になりたいという願いが叶えられて自分が2位にされてしまったらとか考えると、自分はむしろ選別がある方がいい。国益になるなら諦めもつくし。そうなんよな。役柄上、非公王が当然器具として持っているべき無分別に願いを叶えた場合に起きる弊害がほとんど具体的に取り上げられず、結果それに対するアンサーもふわっとしたものでしかない。ついでに散々言われてることとして、そもそもアーシャが私の祖父の願いを優先的に叶えて都市骨号に乗っ取った選別を頼みに行った側なので、そこを批判できる立場か君はってなる。だから公共の福祉が理解できないリバタリアンどもにしか理解できない作品みたいなこと言われてるんでしょ。リバタリアンとは、他者の体や政党に所有された物質的、知的財産を侵害しない限り各人が望む全ての行動は基本的に自由であるという主張。それこそ気に入らない奴を殺したいとか、他人の財産を奪いたいみたいな願い事まで叶えるのかって話なのよ。そんなものまで叶えてたらどんなに豊かな理想郷でもめちゃくちゃになるのが確定。叶えて大丈夫か審査入るのは当たり前では。国一番のピーピーになりたい系は叶えられる見込みあるみたいだし、実は結構選別基準も緩いんだよね。国一番のドレス職人になりたいじゃなくて、綺麗なドレスを作って人を感激させたいとか、感激させるようになりたいだと却下されたんだろうね。国一番のドレスっていうのは多分全く努力していなかったら叶えられたという側面もありそうだよね。少なくとも女性が裁縫師として店を持っているってことだし、もともと裁縫の才能があり貴族層がいない国で貴族向けのドレス、つまり輸出や観光客向けの店を運営できるくらい優秀だったってことでしょう。多分もともと国王は叶える国民の人間性とか分不相応でないかとかの下調べもしてるんじゃないかな。国の規模的に願いを叶えてもらった人間がすぐにステージに出てこれるってことは、多分事前にオフレコで願いを叶えることを伝えてるんだと思うんだよね。ぶっちゃけ国王が叶えたのは才能の補助と新しいアイディアを与えるという面もあるけど、国王の魔法で直々に国一番のドレス職人っていう箔をつけるという意味が強い。まあ叶えてはならない願いがあるように、叶えた方が良い願いや叶えるに足る人もいるだろうしな。善良で勤勉な人間が願いが叶っているなら、皆願いを叶えるために善良で勤勉たろうとするから、治安維持と国力の増加につながる。いつ降ってくるかわからない不平等な願い星やら精霊なんかと比べたら、制度として全国民を対象に評価して努力や善性の強い正しい人間が良い思いをするようにしてる国王の知性の方がよほど素晴らしいよ。聖なるものを犬にやるな、また真珠を豚に投げてやるな。おそらく彼らはそれらを足で踏みつけ、向き直ってあなた方に噛みついてくるであろう。与えるだけって言っても、一般家庭に本があるにありイコール、言語面から見て、国主導で教育を言っている。だし、バラマキ愚民政策とは言えないから愚民隠れクレマンになったのはロサスタミに何か原因があるぞ。そもそも多くのディズニー作品で星に願ってるって言うけど、根本的に星に願いを自体履き違えてないか。ただ、叶えてほしいわ。お星様に願ったろう、じゃないからな。本人の努力や善行を積んだ上でだからな。それ、困難や環境で阻まれて叶えられず諦めた願いマグニフィコ王が言ってるけどさ、結局ヴィランが一番理解してんのかい。確かに何不自由ない願いが叶う国で過ごす時間が長くなるほど、苦労を忘れて自分で努力する前に叶えてもらおうって考えになってしまう歪んだ状況を作ったのは王の責任でもあるが、そうやって国民を甘やかしてディストピア作ったからヴィランだとでも思ってんのか。都市中数人だし自力で叶えられないもの以外は普通に自分で夢叶えられる環境だし、一般人が本を読めるってことは教育の機会もあるから自己実現の環境としては理想的だし、王が国民をダメにしてるというなら現代国家ほぼ全部が国民をダメにしてることになるぞ。叶えてもらえる割合が少なくても魔法で叶えてもらえるって手段があるだけで、そっちに頼ろっかな的な部分が出ちゃうのも人間の弱いところだしな。だから本当に苦労を経験してる移民の第一世代から苦労知らずで願いを叶えてもらう制度があるのが当たり前で育った世代へという時間経過でだんだん歪んでいったのはあると思う。だとしてもあれだけの環境を享受できたことに感謝がないのは愚民すぎるが、そもそも本だって一冊も目にすることなく死ぬ人がほとんどだろうな。外は中世の村人が一生で得られる情報は新聞の一面分未満なんて話もあるくらいだからな。
問題はディストピアがどう見てもユートピアでしかないことや。ディストピアなら選別をもってえぐくしないとな。幸福でないことが断罪理由になったりとか。マグ王が願いを叶えた国一番のシェフが作る料理を食べて美味しいかまずいか決めるのは食べた人間。同じく美しいドレスを縫いたい願いも一番美しいと思うのは職人であり、そのドレスの出来の良さについては見る側の自由。しかしアーシャのおじいちゃんの願いになると内心の自由に干渉して、どんな曲だろうと聞いたら心が嫌おうなしに動くようになるっていうんだから、王が叶えないのは当たり前ですね。王のことを軽蔑してるから悪って批判があるけど、主人公側が内心の自由の侵害に対して何も後ろめたさないどころか、綺麗な願いでしょう。何が悪いの？状態出しでこっちの方が苦質だなってなる。魔法で世界一になれるってことは、逆に努力して世界一になっても魔法でひっくり返されるのもそこそこ問題な気がしてきた。自分でやるより王様に叶えてもらおうみたいな努力の放棄が進みそう。アーシャ自身が強く何かになりたい、何かを成したいわけでもなく、単におじいちゃんの願い叶えろで暴れて、努力なしで星に気に入られただけなせいで、マグニフィコ王が作る天国の安寧を捨ててでも地獄の自由を選ぶという自立心強めな結論にすら到達できてないからね。願いは自ら叶えるものなら、まずは便利すぎる星を捨てるところからスタートライン。あんま言いたかないけど、今現在上映中の映画で自分で選んだけどワンオペクソつらいと叫んで幼馴染に殴られてから、なんとかハッピーエンドをに持っていった主人公もいるんで、周囲に理解者や友達がいないと人生詰みますもあるんじゃないですかね。でもここまでだと、そもそも王の理解者になってくれるような相手っていたのかな、になるような。王妃ですら妻を選び間違えたレベルだし、13世紀がモデルって言ってもディズニー映画だし、平和ななんちゃってファンタジー13世紀でしょう。矢印ところで、このマグニフィコの故郷なんですが、今後本当にひどい。どうしてヴィラン側の正当性を持たせることに余念がないんだ。国名以外の設定に現実に存在するワードがまあまあ出てくるのが完全ファンタジーの世界だからって思う時のノイズになってるところがあるような気がする。まず時代設定が13世紀ヨーロッパは12世紀ルネサンスのカナリ語だし、そもそも舞台は地中海と言われているので、かなり文化的な生活が送れる時代なのよね。夢を奪ってディストピアにするには、国民全員夢も目標もないゾンビみたいになって初めてそう言えると思うんだ。さすがにそこまでくれば衣食住保障しててもヴィランと言っていいし、夢を取り戻したプリンセスにぶっ飛ばされていい。あんなニッコニコで観光立国しててディストピアは通らんわな。マーノードな両民が夢も希望も持てない上に、衣食住の保障がされてないのがあの時代のデフォルトなんですかね。願いは預けてる間忘れちゃうので心は軽やかとさえ言い切ったのが、まさかのアーシャ本人という大チョンボ。つうか観光に来たやつが願いこじきとして移民に来まくったのはこいつのせいでもあるだろうがって話。まあガイドってそういうもんだし。余談ですが、映画ウィッシュの教訓をチャット GPT に聞いてみました。1、国の崩壊を防ぐために別の解決策を模索する。女の子が王様を封印する代わりに国の存続につながる別の解決策を見つけることができた場合、結末は異なっていたかもしれません。2、王様と女の子の対話を強調する。女の子が不満を抱きながらも王様との対話を通じて解決策を見つける物語にすることでコミュニケーションの重要性を強調できます。3、女の子のキャラクターを掘り下げる。女の子の背景や動機をより詳しく掘り下げることで読者は彼女の行動をより深く理解できるでしょう。だそうです。あなたはどう思われますでしょうか。以上です。最後までご視聴くださりありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。励みになりますので、お気軽にコメントをいただけると嬉しいです。